スウィーティースウィーティーはアメリカ合衆国ヘイワード出身のラッパー、ソングライター。デビューシングル、IC グレールで注目を集め、レコードレーベルワーナーレコーズとアーティストリーワールドワイドと契約。2018年3月16日にデビュー EP であるハイメンテナンスをリリースした。2019年3月には2枚目の EPIC をリリースし、収録シングル、 マイタイプは、ビルボードホット100で21位を記録した。1993年7月2日、カリフォルニア州ヘイワードで、フィリピン人と中国人のハーフの母とアフリカ系、アメリカ人の父の間に生まれた。14歳の頃から曲を書き始めたが、本格的に曲を作り始めたのは、ラッパーのニッキー・ミナージュに触発されたことがきっかけ。高校を卒業後、 サンディエゴ州立大学に入学し、コミュニケーションとビジネスを専攻。その後、南カリフォルニア大学に編入し、コミュニケーションの学士号を取得した。そして、大学を卒業後ラッパーとしてのキャリアに注力し始める。2016年、インスタグラムアカウントにキアのマイネック、マイバックのビートに乗せたラップを投稿。2017年夏にこの曲が彼女のサウンドクラウド。 アカウントでリリースされると、後に彼女のマネージャーとなる音楽プロデューサー及び A&R エグゼクティブのマックスゴーセの目に留まることになる。また、この曲はインターネット上でも注目を集め、ミュージックビデオは YouTube で1億回を超える再生回数を記録した。IC、グレ a ルのヒットに続き、同じ月にフリースタイルラップ、ハイメンテナンスをリリースした。この曲には、 彼女がキッチンでラップをしている様子を収めたショートクリップも添付されており、これはインスタグラムやツイッターで話題を呼んだ。同年10月には D ラムのギリガンをサンプリングした曲フォーカスのビデオをリリースした。2018年1月、彼女はタイダルの今週のアーティストに選出され、ピジョンズプレーンズの今月のベストニューアーティストの一人にも選ばれた。 2月には第52回スーパーボール中に放送されたリアーナの化粧品ブランドフェンテビューティーのテレビコマーシャルで主演の一人を演じた。同月、ワーナーレコーズ及びマネージャーであるマックス・ゴースセが代表を務めるレコードレーベルアーティストリーワールドワイドと契約を結んだ。レーベル契約に続き2018年3月16日初の EP となる。 ハイメンテナンスをリリースした。シングル、IC グレールは、同年6月にアメリカで50万枚相当を販売したことを意味する、ゴールド認定を受けた。2019年9月には100万枚相当の、販売を意味する、プラチナ認定を受けた。2019年3月29日、2枚目の EP、IC をリリースした。EP の最初のシングル、マイタイプは、 ビルボードホット100で81位でデビューし、同チャートでの初めてのランクインを果たした。その後、曲は21位でピークを迎え、彼女の初のトップ40ヒットとなった。2019年8月23日には、ジェネー・アイコとシティガールズを客演に迎えたリミックスがリリースされた。2020年6月2日、発売予定のデビューアルバム、プリティ・ビッチ・ミュージックから、リードシングル、 タップインをリリースした。この曲はビルボードホット100で最高20位を記録し、同チャートで初のトップ20ヒットとなったほか、初のチャートインとなる UK シングルチャートでも最高38位を記録した。7月2日にはアルバムのプロモーションシングルであるプリティビッチフリースタイルを発表した。7月31日、ラッパーのテイマネーの曲物 u s h i 2.0でフィーチャーされ、 同じ日に曲のミュージックビデオが公開された。8月6日、エイバマックスの曲、キングスクイーンズ、PT2 で、ラウブと一緒に、フィーチャーされた。10月23日、ジェネーアイコをフィーチャーした、バックツーザストリーツをリリースし、これが、プリティービッチミュージックからの2枚目のシングルとなった。2018年から2021年までラッパーの、クエイボと付き合っていた。 女優のガブリエルユニオンはいとこであり、祖父にはフットボールチームサンフランシスコーティナイナーズで活躍したウィリー・ハーパーがいる。バスケットボールチームサクラメント・キングスのファンである。ありがとうございます。